ユーティコサウルスは白秋前期に現在のワイト島に生息した竜脚類恐竜の属である1887年、リチャード・ライデッカーはウィリアム・ダーウィン・フォックスがワイト島のブルックの海岸で発見した2つの竜脚類の OC、BMNHR146A 及び BMNH151 を記載した。これらはティタノサウルスのものに似ていたものの、 オルニトプシス脳が不明であったため、ライデッカーはこれらの推しをオルニトプシスのものとした。ロンドン地質学会誌を読んだハリー・シーリーとジョン・ハルクは、ライデッカーの選択を批判し、1888年、これらの化石をタイタノソリス SP-A とし、第3の椎骨を BMNH32390 をタイタノソリス SP-B とした。 1929年はこれらの分類群を全くの新種とした。前者は種商名はウィールドにちなみタイタノソリス・バルデンシスとした。後者は種商名はライデッカーに懸命しタイタノソリス・リデカリーとした。両種は現在の規約によりそれぞれ T ・バルデンシス及び T ・リデカリーと綴られている。1993年 ジーン・ル・ロエフはこれらの化石を再記載し、新たな属ユティコサウルスとして分離、命名した。属名は15世紀よりは愛ト島に居住し、16世紀に獣島王朝を成立した獣都人にちなむ。レ・ロエフはタイプ種をユタカソリス・バルデンシスとし、BMNH-151 をレクトタイプに指定した。別の椎骨、BMNH-R1886 も、 この種のものとした。また形式的に名付けられた第二の種ユタカソリス、リデカリーについては疑問名と考えた。アイバルデンシスはウェセックス類イで発見され、アイリデカリーより新しい時代の上部グリーンサンドで発見された。ユティコサウルスはおそらくティタノサウルスに近縁である。体長は15から20メートルほどと推定される。一般的は、 アイバルデンシスも他のティタノサウルス類と識別できず、疑問名と結論付けられている。ありがとうございます。